なんかやっとこうなんか自分のやりたいことと、求められることが少しずつマッチしてきたなっていう自分の中でイメージなんで。高いボールから、さあ長いボール、片山胸で受けてパスを選択、カロリーニュス、そして左、イネイネスだ、イネイ高志が決めました。これが移籍の初ゴール。明るい性格でチームを盛り立てるベテランが得点でも盛り立てます。ついに新加入の乾から待望のゴールが生まれました。清水エスパルス先制です。まあ、後ろからつなごうとするのは自分の得意なことではあるし、まあ、それプラスで自分がの頭が少し柔らかくなった部分もあるし、現実を落とし込むことが少し早めにできたっていうのは、プラスになったと思うし、自分の武器を最大限生かせるサッカーだと思うので、もっと質にこだわってやれればいいかなと思います。なんだろう、全てにイライラしてたので、どこにぶつければいいか分かんなくなってました。完全に多分子供だったなと思います。正直、1年目は別として、あそこまで出れなかったシーズンっていうのがなかなかなかったので、自分の価値を見出すことができなかったので、何でも話せたんで、自分の思ってることを、愚痴ばっかだったけど、聞いてくれるし、負けず嫌いだなこいつって思ってました。俺に言ってくれる分には全然いいっすけど、チームの雰囲気を悪くしろとか言わないけど、それはまたあれだけど、そういう気持ちがこう出てきて、イライラしたり、思わなくなったら俺はサッカーやめた方がいいと思ってるんで。彼も出れない時期、僕も出れない時期だったので、本当にお互い声かけ合って、練習にね、全力で取り組むっていうところは、特別話したわけではないですけど、そして優吾君も多分その時の取り組みの全て 100%、いろんな感情があるんで絶対難しかったと思いますよ、間違いなく。自分もそうなったら絶対そうなると思いますし、でも間違いなくもっと何かこうしとけばよかったっていうのは本人も絶対何かしら思ってるところもあると思うので、でもそれもまたいい経験、さっきも言いましたけどいい経験だと思いますし、絶対今優吾君サッカー大好きだと思うんで、じゃないと続けてもこれな、みんなそうですけど、みんな大好きだと思いますけど、本人も言ってるんでサッカー大好きは、自分は1年目それこそ伊予君が代表とか入ってて、いろんな話を多分他の選手たちより、いろんなことを聞けたので、自分はそのおかげでデビューもできたと思ってますし、自分の中でうまく整理できる部分もあったんで、まだ高校卒業してが緊張な自分が特別何も多分考えられてはなかったんですけど、いろんな話を聞きながらうまく自分で消化できて、そのおかげで試合にも出れてだったんで、優吾君が皆さんどう映ってるかわからないですけど、多分すごいサッカーについて考えてると思うし、やっとサッ
ッカー選手に戻ったって感じです、去年からしたら。精神的なものもそうだし、普通に生活もそうだし、生活っていうのは試合に出れなかったんで、練習しかしなかったし、まあそうですね、やっと練習生からサッカー選手になったって感じです、去年からしたら。だからこそ、今年に関しては本当に今年ダメだったらもう終わりっていうぐらいの意気込みを持って、いつもラストチャンスと思ってやってます、今は。あんまり何も考えなくなりました、正直。勝って嬉しい、負けて悔しいとかあるけど、だから自分のプレーどうこう、チームどうこうとかも正直なんか、あまり何も感じないというか、あ、この日良かった、この日悪かったとかは感じないですね。まあ、とにかく楽しんでやることかなと思います。まあ、もう ピッチの中のプレー見てもらえば分かりますけど、落ち着きだったりとか、本当堂々とした姿っていうのは誰が見ても多分感じ取れるところだと思うので、僕もすごく見ていて安心しますし、すごく自信を持って、まあ、彼の良さっていうのを出そうとしているのも僕は感じているので、もう何も本当に今はすごいなと思いながら見てます。まあ、その足りないところだらけです、まあ、勝っても負けてもなんで、だから別に特にね、ああ負けたからあいつもより、ああなんだダメだったとか、勝ったからああ今日は良かったとかじゃなく、まあ、いつも足りないところは自分で探してますし、良かったところ悪かったところは あるんで、試合の中で。だからその悪かったというか、自分の中でこう満足いってないところを少なくする、ずっと普通が一番いいんですけど。この引き分けの仕方は正直、まあ、かなりショックというか、ガツッとくる部分は、まあ、ありますけど、もっと自分が責任を持ってやれれば、はい、いいと思います。もう、なんだろう自分のせいにしていいし、後ろのせいにしていいんで、もう気楽にやってもらえばいいかなと思います、前の選手は。あの時、まあ、ピッチに出てて感じたことが全てだと思うし、まあ、その失点の前がスローインだったんで、あのスローインで自分が蹴り出して大きく蹴り出すのも一つだったし、まあ、クロスが上げられることに対して、まあ、自分もウェリントン選手の1個前の選手に突き入ったので、まあ、もしあれで飛ぶなら触りたいし、自分個人とし個人に言えるのはその辺で、まあ、チームとして言ったら、まあ、その追われ方も一理あるし、まあ、あれだけフリーに上げさせるのは問題かなと思うので、まあ、それまでの戦い方だったり修正してやれればいいなと思います。期待してるからこそ言いますけど、弾いてほしいなっていう、あれは期待している俺からは言いたいですけどね。でもまあ、それまで間違いなく攻撃を弾いてくれたのは彼だし、そこの貢献があるっていうのは間違いなくあるんですけど、俺はあいつはできると思っているので、あえて言いますけど弾いてほしい。まあ、それはポジショニングなのか、あの90分プラス5分のフィジカル的な部分の問題なのか分かんないですけど、彼ならできると思っています。まあ、ただ勝ちたいです。
やっぱサポーターとか見てる人たちが一番見たいのは勝利だけだと思うので、この試合を増やすために頑張るしかないし、まあ自分のためだけにサッカーやってるんじゃないんだなっていうふうには感じるので、うん、まあ勝つだけかなと思うし、まあ勝つ以外何もいらないんじゃないですかね多分。例えばじゃあ自分ちがミスした時とか、自分がもし見てる立場だったら何やってんだよと思うし、それが普通だと思う、うん、それでいいと思うんですけど、やっぱ多分思う方も気持ちよくないし、自分たちも気持ちよくないから、だからそれを一気に晴らせるのって勝つことだと思うし、勝ってみんなで喜ぶことだと思うんで、まあ分かんないですけど、今も別に一人で守れるとは思ってないんで、しかも一人で守れないから助けてもらうし、その分自分も助けないといけないし、自分に責任を負わせるじゃないですけど、いや追いすぎるとダメになっちゃうんで、それは適度にやりつつ自分の塩梅でやれれば、別にその気持ちが入りすぎてるとかは自分は今全くないので、まずは自分のためにやることが一つだと思うし、でやっぱり自分がちゃんとやってれば、うん、結果もついてくるし、サポーターの結果的にサポーターの人たちを喜ばせることができるので、うん、難しいな。あんまり別にそういうことは考えたことなかったけど、やっぱりそのプロのサッカー選手のあり方っていうのは、やっぱ憧れの的だとは思うし、個人的にはなんだろうな、まあ、いるだけで存在感のある選手というか、なんかまあ、ああピンチになってもあいつがいれば大丈夫だよねみたいな、なんかその味方からの信頼をまず得て、で、はい、味方から信頼を寄せられるような選手になれるのが一番いいと思います。こう試合の中でそこまで波が出てこなくなったのは、その自分がハイレベルでできるところと全くできなかったところが少しずつ追いついてるからこそ、ミスも減ってきて、まあ、波も少なくなってきてるとは思うので、なんで、いろんなレベルをこう全て上げて、全部できる選手になれれば一番いいかなと思います。逆にあれが珍しいっていうふうに、ちょっと自分も感じ始めちゃってるとこはあるけど、すごくやっぱり台風の影響を受けた方も多分たくさんいたと思うし、にもかかわらずやっぱアウェーまでやってきてくれてる人もいるし、やっぱそういう人たちを喜ばせてあげられなかったのは、まあ、自分自身すごく、まあ、そこが一番、うん、前回に関しては辛かった、辛いというか、まあ、残念な気持ちはありましたけど、まあけどというか、もうああやって応援してくれてる以上、やっぱり勝ちを届けたいし、みんなで喜んでるあの雰囲気が好きなんで、その雰囲気を味わえるのはやっぱ勝つことしかないので、勝つことしかないし、勝つこと以外のもう望んでないと思うので、そこは必ずクリアにしたいなと思います。言う
そうなんか、じゃ例えば、いや自分がミスしてばって言われる時もあれば、あのじゃあいいプレーしたからこうじゃあよかったねって褒められることもあるし、まあ、そんなのはね、あのやっぱ見られる立場にいるからこそのものだと思うし、まあ、あの悪い方に言われてもいい方に言われても、あみんな俺のこと好きだなって思うようになってるので、まあどっちにしろ嬉しいなって感じです。まあもちろん、はい、やっぱあれを、あのサポーターの方たちをと一緒に歩んできたものは自分の中でもあるし、いやもちろんその試合中とかパッて言われてうるせえと思うことはたくさんありますけど、でもそのそれよりもやっぱあの後押しの方が受けてるんで、まあ自分もなんて言うんでしょう、一緒にあの大きくなれていっているのかなとは思いますし、やっぱ大事な存在ではあると思います。何クソっていう思いももらうし、この人たちのためにっていう思いもあるし、はい、まあ勘違いかもしれないけど、まあみんな、うん、自分のこと好きだなと思いますよ。好きでいてくれたら嬉しいなって。そう、なんか言い方悪いけど、正直もう出始めてからもう自分のためにしかやってなかったから、その自分がそのなんか自分に責任をとあの背負わせるとかじゃなく、シンプルにまあ自分が良ければチームが良くなるでしょって思ってたし、やっぱその自分は、うん、余裕ないから、そこまでその人のこと考えるとかそこまでの余裕が出ればいいけど、そういうレベルの選手じゃないから、とりあえず自分のことだけやってればいいって思ってるから、まあ、自分のプレーに集中することだけ、まあ、自分が良ければいい、正直それぐらいまで思ってたから、そうやってやってたけど、自分のためにだけやってたけど、やっぱりなんか前回に関してはちょっと来るものがあったし、なんか本当に悔しいって思いました。いつも負ければ悔しいけど、なんかちょっと別のものがありました。この一戦っていうものに関して言えば、本当自分の全てをかける、まあ、毎試合そうですけど、やっぱそれよりも何か、自分の中で変えなきゃいけない一戦だと思うので、かなりターニングポイントになると思いますし、これを乗り切れるかで自分の成長もそうですし、チームも、来年また強くなれると思うので、必ず勝って、J1 残留できるように、したいと思います。直後は難しかったです。直後で、まあ、言葉も詰まったし、だいぶだからまず何話していいか分かんなかったっていうのと、自分が思ってた以上にやっぱショッキングなことだったんで、難しかったですね。まあチームに対しての、なんだろう、まあ、清水エスパルスっていうチームは自分は大好きだし、まあ、そのチームを落としてしまった責任感は、より多分他の人よりも感じてる部分は勝手にですけど、多いとは思ってます。で、まあだからこそなのか分かんないけど、あの時はもう、もう感情がほぼなかったです。無でした。どういう形で恩返しするのかは分かんないけど、結局はまあ、このチームが好きっていうのは変わらないし、どういう状況になっても、まあ、このチームのことを思い続けるのは変わらないと思う。まあ、自分がどっか行っても引退しても、結局このチームが好きだし、清水、静岡の街が好きだし、多分そう思ってるからこそ
勝手に責任感は感じてるかもしれないですね。